アメリカのオクラホマ大学の研究など複数の研究で示されているように、トレーニングを正しく行わなければ大胸筋が成長しないどころか肩や肘を痛めてしまいます。そのため魅力的なかっこいい胸を手に入れるためには、胸の各部位の特徴を適切に理解しバランスよく刺激してトレーニングすることが重要です。そこで今回はこんなプロフィールの私が30以上の研究論文をもとに、動画の前半ではバランスよく大胸筋を発達させるために重要な解剖学と一撃で身につく筋トレ効果が 22% 高まる重要なテクニックを解説していきます。そして動画の後半では科学的に有効な胸トレ種目5つとトレーニング頻度セット数について網羅的に解説していきます。さらに動画の最後には、以前有料でお渡ししていた胸トレプログラムを無料で受け取るためのキーワードの発表があります。ちなみにこの動画は以前20万回再生された2021年9月に公開した動画の内容をさらにアップデートして解説していきます。最後までぜひ見ていってください。それではまずはじめに、トレーニングしている人全員が知っておいた方がいい知識として、まずは大胸筋の解剖学について学んでいきましょう。なぜ解剖学を学んだ方がいいのか。このチャンネルでは何度かお伝えしていますが、多くの人の胸は大胸筋中部下部が発達し、輪郭はある程度できるものの、大胸筋上部の発達は遅れていることが多いです。このようなアンバランスな大胸筋のままでは、立体的で丸みのある大胸筋にはなりません。なぜこのようにアンバランスな胸になってしまうのかというと、これは大胸筋の解剖学を適切に理解していないことが主な原因になります。そのため、立体的で魅力的な大胸筋を手に入れるためには、大胸筋の解剖学を理解し、バランスよく刺激してトレーニングすることが重要です。まず大胸筋は、鎖骨に付着する大胸筋鎖骨部、胸骨と肋骨に付着する胸肋部、腹筋を包んでいる膜に付着する腹部の3つに分かれています。これが正式名称ですが、フィットネス業界では大胸筋鎖骨部のことを上部、胸肋部を中部、腹部を下部と呼んでいます。また大胸筋の主な働きとしては、大胸筋上部は肩関節の屈曲に働き、中部下部は肩関節の内転内旋に働きます。このように大胸筋は3つに分かれており、それぞれ違う働きをするんですね。そのため大胸筋上部、中部、下部を個別に鍛えなければバランスの取れた立体感のある胸を手に入れることはできません。そのため解剖学について最初に触れました。この解剖学の理解が胸を成長させる第一ステップです。では次に、筋トレ効果が 22% 高まる重要なことについて解説していきます。皆さんは胸のトレーニングを始める前に、しっかりとした意識と筋肉のつながりを確立できていますか？意識と筋肉のつながり、これはマインドマッスルコネクションとも言いますが、これをもっと分かりやすく言うと、鍛えたい筋肉を強く意識し、その部位に刺激がダイレクトに加わるように意識を集中させることです。残念ながらこれを逃してしまうと、胸以外の部位、例えば腕や肩にも多くの刺激が入ってしまい、胸はそれほど成長しないでしょう。このことはアメリカで行われたこちらの研究でも示されています。実際この研究では、たとえ正しいフォームでトレーニングをできていたとしても、意識と筋肉のつながりを確立していないと、ベンチプレスでの大胸筋の筋活動が 22% も低下してしまうことが分かりました。つまり裏を返すと、意識と筋肉のつながりを使って刺激したい部位をトレーニング中強く意識すると、その部位が強く活性化され筋肥大につながる可能性があるということです。この意識と筋肉のつながりを確立する方法は非常にシンプルで、3つのうちどれか1つを実行すれば十分でしょう。1つ目は、脳内で鍛えたい筋肉の収縮をイメージ想像すること。実はこれを想像しやすくなるように動画の冒頭で解剖学について解説しました。2つ目は、可能な場合、鏡などを使って鍛えたい筋肉の収縮を目視しながらトレーニングすることです。3つ目は、パートナーやトレーナーに筋肉をタップしてもらう、この3つです。この3つの中のどれか1つを実行できれば大丈夫です。このように鍛えたい筋肉に意識を向けることによって、大胸筋の筋活動が高まることが複数の研究によって明らかになっています。ちなみにマインドマッスルコネクションの有効性は大胸筋だけではなく、研究では上腕三頭筋、広背筋、上腕二頭筋、大腿四頭筋においても有効性が確認されています。ぜひ意識と筋肉のつながりをトレーニング中に確立するようにしていきましょう。ではここまでの解説で、解剖学と意識と筋肉のつながりの重要性を理解できたと思います。この2つを念頭に置いて、次は科学的に有効性が認められている胸トレ種目を5種目解説していきます。有効な胸トレ種目、1つ目はダンベルベンチプレスです。ダンベルベンチプレスはバーベルベンチプレスとほぼ同等の大胸筋の筋活動が起こります。しかしバーベルベンチに比べて上腕三頭筋や三角筋の筋活動が小さいことがこちらの研究で示されています。そのためダンベルベンチプレスはバーベルよりも腕や肩に負荷が逃げにくく、ピンポイントで大胸筋を刺激しやすい種目です。
これは体感的に理解している人も多いと思います。またもう一つ、ダンベルベンチプレスにはメリットがあります。それはバーベル種目と比べてダンベル種目は関節に負担がかかりにくいことです。通常バーベルで行うベンチプレスは手首の角度が固定されてしまいますが、ダンベルでは自由に動かせます。自由に動かせることによって柔軟性が乏しい人でも関節に負担のかかりにくいフォームで行うことができるのです。次に有効な胸トレ種目、2つ目はベンチプレスです。先ほどはダンベルベンチプレスを紹介しましたが、バーベル種目にもメリットはもちろんあります。バーベルで行う筋トレの最大のメリットはダンベル種目よりも高重量を扱えることです。実際アメリカで行われたメタアナリスにもある通り、ダンベルと比較してバーベルを使用した場合、扱える重量が約 10% 増加することが分かりました。この理由はバーベルは両手で1本の棒を支えることになるので安定性が高いからです。一方ダンベルは左右独立したウエイトなので安定性に欠けます。この安定感の差によりバーベルの方が高重量を扱えるのです。そして実は大胸筋を成長させるためには高重量を扱うことが大切になってきます。なぜなら日本で行われた研究で大胸筋のサイズと筋力の間に性の相関があることも分かったからです。これはつまりベンチプレスで使用重量を伸ばしていくことが大胸筋においてサイズアップに貢献する可能性があるということです。バーベルには高重量を扱いやすいというメリットはあるが、関節の自由度が低いため怪我のリスクは多少上がる。ダンベルは関節の自由度が高く比較的安全にトレーニングしやすいというメリットはあるが、バーベルよりも高重量は扱えない。このようにダンベルとバーベルどちらが良い悪いというわけではなく、どちらにもメリットデメリットがあります。それぞれの特徴を理解し環境が整っているのであれば両方を取り入れることをお勧めします。次に科学的に有効な胸トレ種目、3つ目は低傾斜ダンベルプレスです。まずなぜダンベルベンチの際に傾斜をつけるのか。なぜなら傾斜をつけることで大胸筋上部が活動しやすくなるからです。傾斜をつけるとプレス動作中の肩関節屈曲要素が大きくなります。この肩関節屈曲は大胸筋上部の作用の一つです。これについては動画の冒頭で解説しましたね。よって肩関節屈曲要素の大きい傾斜をつけたダンベルプレスが上部を鍛えるのに有効だということです。平坦なベンチで行うバーベルベンチプレス、ダンベルプレスでは大胸筋上部はほとんど育たずに中部と下部ばかりが肥大し大胸筋のバランスが崩れてしまいます。これは実際にこちらの研究でも示されており、8週間フラットベンチだけを行わせたところ、胸の中部と下部が成長し上部はほとんど成長しなかったようです。つまりフラットベンチプレス、ダンベルベンチプレスだけでは大胸筋全体を鍛える上で不十分だということです。大胸筋上部も含めて胸全体を立体的に成長させるためには傾斜をつけたインクラインプレスのトレーニング量を増やす必要があります。そして私は一般的なインクラインプレスよりも低傾斜プレスをお勧めします。なぜならアメリカで行われたこちらの筋電図解析にもある通り、ベンチの角度を30度以上にした通常のインクラインプレスでは大胸筋上部と三角筋の筋活動が最も上昇するものの、代償として大胸筋中部下部の筋活動が著しく減少してしまうからです。そのためもしあなたが現時点で大胸筋上部だけが弱点で中部下部はあまり発達させる必要がないという場合、ベンチの角度を30度にしてプレスするといいでしょう。しかし一方で大胸筋上部も含めて胸全体を今よりも発達させたい、そういった場合には低傾斜プレスが有効です。なぜならベンチの角度を15度にした低傾斜プレスは大胸筋上部の筋活動が高まり、その上大胸筋中部と下部の筋活動もほとんど低下しないという特徴があると研究で明らかになっているからです。つまり大胸筋上部中部下部のすべてをバランスよく鍛えたいならば15度の傾斜をつけた低傾斜ダンベルプレスが非常におすすめです。大胸筋上部だけを集中的に鍛えたい場合は30度の傾斜プレス、大胸筋上部も含めて全体を一括で鍛えたい場合は15度の傾斜プレスをお勧めします。科学的に有効性が認められている胸トレ4つ目はダンベルフライです。まずこちらの研究ではダンベルフライとベンチプレスを比較したとき、プレス局面ではベンチプレスの方が筋活動が高まりました。しかし一方でストレッチ局面においてはダンベルフライの方が大胸筋の筋活動が高まることが分かりました。そのためストレッチ局面における大胸筋への刺激を最大化し筋肥大を狙う場合はダンベルフライが非常に有効です。またストレッチ局面における強い刺激が筋肉痛を引き起こしやすくなるため、筋肉痛に達成感や快感を覚える人はダンベルフライを積極的に取り入れるといいでしょう。ちなみにアメリカスポーツ医学会のレビューにもある通り、単関節種目であるダンベルフライの方が多関節種目のベンチプレスよりも怪我の発生率や習得の難度が低いことが分かっています。なのでダンベルフライは
技術レベルがまだ成熟していない初心者の方や、過去にプレス系種目で肩や肘を痛めたことがあるような方には実は有効な種目です。ただそうは言ってもベンチプレスよりも怪我しにくい可能性が高いというだけで、ダンベルフライで怪我をするリスクは十分にあるので注意するようにしてください。次に科学的に有効性が認められている胸トレ5つ目はケーブルフライです。ケーブルがない場合はバンドプッシュアップで代用可能です。なぜこれらの種目が有効なのかというと、トレーニング中の負荷が抜けにくいからです。これまで解説してきたバーベルベンチプレス、ダンベルプレス、ダンベルフライの場合は押し上げるにつれて負荷は徐々に減少していき、一番上に到達した時には胸への刺激がほぼゼロになります。こういった種目は可動域のどこかで負荷の抜けてしまうポジションが存在します。そうなると胸の筋繊維の一部が刺激不足のままになってしまう恐れがあるのです。その結果私たちは大胸筋が成長するチャンスを逃してしまう恐れがあります。そしてこれを解決できる種目がケーブルフライもしくはバンドプッシュアップなのです。ケーブルやバンドを使用するとケーブルやバンドの抵抗が常に働き、狙った筋肉への負荷が非常に抜けにくいです。これにより胸の筋繊維の一部が刺激不足のままになってしまうリスクを排除できるのです。またこれまで解説してきたベンチプレスやダンベルプレス、ダンベルフライは重量を追い求めたりストレッチを効かせ、筋肉に物理的刺激を加えるのに適した種目でした。一方でこのケーブルフライやバンドプッシュアップは化学的刺激を筋肉に加えられる種目です。化学的刺激とは何かというと、まず低重量高回数でケーブルフライもしくはバンドプッシュアップを行うと筋肉がパンプアップします。パンプアップする過程で筋肉内には乳酸をはじめとした様々な疲労物質が溜まっていきます。こうした疲労物質の蓄積が起こると適応するためにインスリン様成長因子など筋肥大に関与するホルモンの分泌が促され、筋肥大につながると言われています。なのでこのように物理的刺激だけではなく化学的刺激を利用するためにもケーブルフライを取り入れるといいでしょう。ケーブルがない場合やジムに行けない場合はバンドプッシュアップやバンドフライが適しています。では次に大胸筋に適したセット数とトレーニング頻度について解説していきます。まず大胸筋に適した週あたりのセット数は10から20セットです。なぜならトレーニング量と筋肥大の関係性について調査した質の高い21の文献すべてを考慮し、かつ実践的な内容も考慮すると筋肥大を最大化するためのセット数は各部位週10セットから20セットの範囲に収まるからです。ただ例外的にトレーニング上級者の場合はより多くのセット数が必要になる場合があります。よって基本的に週10セットから20セットを目指すことがいい目標となりますが、週10から20セットで物足りない上級者は30セットを目指すことがいい目標になるでしょう。ただ初心者中級者であっても大胸筋の反応が悪く発達が他の部位と比べて明らかに遅れている場合は、戦略的に2週間程度週30セットという高ボリュームトレーニングを取り入れるのもいいでしょう。次に週のトレーニング頻度ですが、1セッションあたりのトレーニング量は最大でも10セットが上限となり、それ以上のセット数では効果が減少することがメタアナリシス、つまり最も質の高い研究で示されています。したがって週に大胸筋を20セット鍛えることを目標とする場合は、単一のセッションで20セットを行うよりも10セットを週2回行った方がより大きなトレーニング効果を得られるということです。また戦略的に高ボリュームトレーニングを取り入れる場合はより高いトレーニング頻度が必要になってくるということです。ちなみに今回の動画の内容を実践できるように科学的根拠に基づく弱点改善プログラム胸トレ編という PDF を作成しました。これは以前ノートで有料販売していたものです。無料で配布しているので公式 LINE に登録していただいて胸トレというキーワードを打ってください。 PDF を受け取ることができます。ちなみにこの PDF の配布は期間限定なので消えてしまう前に今のうち登録しておいてください。ちなみに公式 LINE は動画の概要欄から登録できます。そして現在ありがたいことに1万6000人以上の方が登録してくれている私の公式 LINE では、今から3ヶ月後もしくは半年以内には理想の体を手に入れて本気でなりたい自分を実現したい、これを達成するために必要な知識の配信とボディメイクを継続できてやりきれる環境を用意しています。効率が悪い、時間がない、継続できないと悩んでいて、短期間であなたの求める理想の体を手に入れてなりたい自分を実現したいのであれば、ぜひ下の動画の概要欄から登録しておいてください。さらに今なら有料級教材、効率的に全身をバランスよく鍛える最強7種目の完全ガイド、ボディメイクに役立つサプリメントガイドの2点の無料プレゼント、その他にも LINE 登録者限定無料講義動画4本、厳選した60本以上の動画の中からあなたに合ったハイクオリティ動画、スクール制の実績、これら5つの特典を手に入れたい方は今のうちに下の動画の概要欄から登録しておいてください。そして他にもこのチャンネルでは短期間で理想の体を手に入れる貴重なボディメイク法をできるだけ分かりやすく配信しています。なのでそういった配信を見逃したくない人は
今のうちにチャンネル登録とその隣にあるベルマークのタップをよろしくお願いします。ということで今回も最後まで見てくださりありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。